さあ、3位決定戦、犬王神対シュータラグナ。さあ、本日ベスト4が、ジン、アラクネ、ラグナ、ジンと、なっております。まあ、まだキャラを決めてない人は、この辺参考にしてみるのもいいんじゃないでしょうか。まず開幕先制していくのは、犬王神。ジャンシーカウンターからジャンディで凍らせてしっかりコンボを決めていく。さあ気づけばラグの体力5割ほどなくなっている。さあ空中飛衝撃はしっかり空中ガードしているものの、ここでインフェルノリバーダーをすかされてしまう。さあここで中段取ってワンコンボ決めるのはラグナ。ベリアル H で落としてヘルズファングでダウン奪う。さあハーデスをガードさせて、さあここで位置が入れ替わるが、サイド位置が入れ替わる。さあ画面端はなるべく背負いたくない。マダオから、さあデッドスパイクさんが機能して一気に体力残り1割まで奪っていくのはシュータラグナ。さあテーダーで落として、最後は立ち絵カウンターヒトからの前へ一本選手はシュータラグナ。第2ラウンド、まずはお互い距離を取って様子見。さあ 6A 体育でしたが、その後コンボに行かず、さあ両者ジャンピー相打ちから手枝をかぶせていくのは N オジンだが、 6D しっかり見えていたインフェのリバイダーで割り込んでベリアルエッジで落としていく。さあ画面端中段が通る。さあこれはバースト発動していくものの、体力すでに5割奪われている。しゃがみ暴れが通ってサイド画面端背負わされてしまう。さあ投げはしっかり抜けていく。立ち B 引っかかってしまい、2個目のバーストも発動。ここでしゃがみ D ヒットしたため、ワンコンボ決めて、高く位置を迫っていく。さあ、ここで距離が離れて、立ち回りに戻るジャンビーをかぶせて、最後はサイド中段。これは決まってしまうでしょう。さあ、これは何があったんでしょうか。ベリアレッジ、ベリアレッジになってしまったものの、最後は D 勝利を透かして、本日3位はシュータラグナ。では決勝戦行きましょう。掃除さんのアラクネと、鉄さんの陣、お願いします。さあ CT では何度と幾度となく行われたこの組み合わせ、鉄さんの陣と掃除さんの荒くね。さあ上からかぶせていく荒くねに対して必死に落としていく陣ということは相変わらず。 A 吹雪カウンターから一気に画面端持ってきたかったが、ここはダイブで位置を入れ替えていく。さあ今回飛翔拳が、空中飛翔拳が硬直が短いため、その後に動けるというのが荒くね戦にどう生きてくるか。さあリング上の霧がついたものをしゃがみ対空でしっかりリングは消していく。さあお互い細かく細かくダメージを奪って、ここは D 判 D 勝利で切り返して、さあリバサターチェーンに対しては 2D が通って、そこからワンコンも決めて一気に画面端に追い込んでいく鉄人。さあ 6D をガードさせてプライマリーを削っていく。さあなかなか逃げれないが、ここは画面端だったため転移で逃げる。さあ空投げが通って、これは楽園状態発動します。さあコンボは補正がかかっているためそこから行かない。さあプライマリーを削りつつ無理に崩しにはいかない。さあ CT でよく見られた光景ですが、今回ガークラがまだしないためダメージは奪えず。さあここでサイド楽園発動。さあ F 吹きカウンターからしっかりコンボを決めてバースト発動していく。さあ残り時間的にこれは鉄さんが入った1ラウンド選手する。一本選手は、鉄人優勝に王手をかけます。さあ第2ラウンド、さあ先ほどのラウンド鉄さんはバースト発動してしまったため、このラウンドではバースト使えない。
さあ開幕から牽制ダメージを奪っていくのは鉄人。さあジャンピーをかぶせて、ここで画面端。さあ 2D をガードさせつつ、ラックインゲージが6割で溜まっている。さあ細かく細かく刻んで卓を迫っていく鉄人だが、投げを抜けられてしまう。さあジャンピーからラックインがつく。さあこれは C 虫ですか D 虫ですかね、ちょっとどちらかわかりませんが、さあダイブに対してしっかりね表を合わせていく。さあここは一度距離を離して蹴りをまとって再度画面端に持っていく。さあ体力リードは荒くね。ここで空中衝撃ヒット、距離が遠かったためコンボにはいけず。さあデータビーもらってしまい、これは楽園状態が発動する。さあこれは確定した。さあ一気に体力5分近くまで戻す鉄人ですが、楽園状態は続いている。さあ投げはしっかり霊氷割り込んで、さあここで投げは抜ける。しあーこれ中段に対してシーショル。さあ逆にこれはきつくなったのは掃除さんの方。最後は空中衝撃、勝ったのは鉄さんの陣になります。さあ稼働日大会優勝は鉄さんの陣です。おめでとうございます。そうですね、今まで CT もそうだったんですが、これからも、毎週金曜日恒例という形で、まあ、もしかしたらちょっと、立川オスロ1号店さんの方と、曜日が被っていますので、まあこちらの方が曜日を変えて行うことになるかもしれませんが、一応現状では、毎週金曜日を予定しております。またですね、